はい、皆さんこんにちは、マナルイルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防史3日本軍編、続きをプレイしていきたいと思います。ここまでいわゆる日独伊の枢軸三国同盟軍がイギリスに対して攻勢を強めてきた、そこまでプレイをしてきています。具体的にはですね、地中海を取り、ドーバー海峡の制空権制海権を奪取、その後イギリス本土に上陸して、今回はですね、英本土決戦ということでロンドンを目指していきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。編成についてはですね、この後プレイの中でご紹介をしていきたいと思います。日独伊の上陸作戦は大成功に終わった。残すは英本土決戦のみ。大国イギリスを屈服させよ。はい、ではマップから確認をしていきたいと思います。まずですね、日本軍の本拠地となっているのがこのベクスヒルになります。で、ドイツイタリアと横並びに配置されています。一方ですね、イギリス軍の本拠地となるロンドンなんですが、マップのやや上、ここになりますね。ここにロンドンがありますので、このロンドンに対して爆撃を行って街を壊滅させて勝利というのを狙っていきたいと思います。早速じゃあ部隊を、展開していきましょう。このマップはですね、海軍は全く使えませんので、増強してあるのは主に陸軍と空軍を増強してあります。特に増強してあるのが新山ですね。そしてもう一つ銀河も増強してありますので、これらをね、うまく使っていきましょう。飛行場、今持っているのはこのベクスイル本拠地と、もう一つですね、今ここにフォーカス当てましたが、この2つしかありませんので、進軍のルートとしてはですね、まずここにある飛行場ですね、ここを取って、ここを前線拠点に使ってですね、ロンドンに対して爆撃を仕掛けていきたいなというふうに思いますので、そのように、プランニングしていきたいと思います。今回もドイツ軍そしてイタリア軍との共同作戦になります。まず部隊展開先にしていきます。偵察機出しました。それによってですね、まずここにイギリス軍の防衛隊が展開しているのが確認できましたので、ここにですね、冷戦の戦闘機を護衛機につけて、まずは爆撃機を飛ばして敵のこの防衛隊を撃破していきましょう。ここで使うのは銀河を使います。爆撃機は足が長い反面遅いので、敵の戦闘機に狙われるとひとたまりもないというのがあるので、しっかり護衛をね、ちゃんとつけてあげるというのは心がけて、今回は冷戦の3人型、これを護衛につけて銀河を出撃させていきます。で、新山の方もですね、ロンドンに向けて一応出撃はさせてあります。航続距離が長いので、最悪ですね、上空待機させて、飛行場が空いてない場合においてもですね、墜落しないように、燃料切れで墜落ということがないようにしておきたいと思います。そういう意味では使い勝手は銀河、それに新山はね、航続距離がとても長いので、飛行場が空いてなくても上空待機できるっていうね、そういう強みはあるのかなと思います。一方ですね、冷戦の3人型、冷戦とか戦闘機ですね、特に艦上タイプのものについては、航続距離がね、少し短いので、飛行場の空き具合はね、ちゃんと確認したいと思います。無駄に失わないようにというところですね。輸送機には、ワンパターン戦法にはなってしまいますけども、また空挺部隊を乗せて早く歩兵を前線に送っていきたいと思います。その他戦車部隊も順次展開していきましょう。97式の中戦車回ですね、これをある程度量産しましたので、今回マップに散りばめていきたいと思います。航空戦力が打ち漏らした敵地上部隊をね、この戦車部隊で撃破していきましょう。さらにトラックも増産しましたので、そこに陸軍の歩兵部隊ですね、乗せて移動力を上げて、迅速にマップに展開を図っていきたいと思います。では部隊の展開続きやっていきましょう。では部隊展開しました。まず航空隊ですね、前衛には
飛燕を展開しています。これ戦闘機ですね。で、敵の陸上部隊ここに発見していますけども、ここに対してはですね、戦闘機冷戦32型を護衛に銀河を向かわせています。飛燕の後方には新山部隊を配置してますので、この新山で敵の本拠地首都ロンドンを狙います。一方地上部隊の方ですけども、97式の中戦車カイ、あとですね、自走砲をいくつか、そして歩兵を積んだトラックですね、これらも展開が済みましたので、順次進軍を開始していきましょう。ロンドンまで遠い道のりになりますからね、しっかりプレイの方頑張っていきます。では時間を進めていきましょう。早速ドイツ軍、日本軍、イギリス軍が乱戦状態に入りつつあるので、ここでですね、先ほども話した爆撃機ですね、これが消耗しないように気をつけたいと思います。銀河なんかはね、高いコストがかかってますからね、消耗しないように気をつけます。では敵の地上部隊壊滅させていきましょう。撃ち漏らしたものに関してはこちらもね、地上部隊を用意してますので地上部隊に任せます。ただできるだけやっぱりね、確実に戦闘機爆撃機で敵の地上部隊減らしておきたいなというのはありますからね。あとは偵察機もうまく使ってですね、損害が出ないように気をつけましょう。ちょっとずつ進んでいく分にはね、しっかり敵の動き見極められますからね。敵イギリス軍主力で出してきているのがこの巡航戦車コメット、これ結構数出してきてますね。進路上ある程度クリアになりましたので、ここで輸送機、これに空挺部隊を乗せて、パラシュート部隊ですね、これを乗せて、少し先にあるこの飛行場を取りましょう。この飛行場を前線基地補給拠点にして、さらに先を目指したいと思います。やっぱり飛行場の数が少ないので、ここにね、空いているこの海に空母を展開できたりすると、空母の戦略的価値というのがすごく高まるんですけど、残念ながらね、このマップには空母配備できないマップになっているので、そこが少し残念ですね。ここに空母を、置いとくだけでもね、洋上の飛行場として使えたりするので、そういう意味での本当に戦略的価値あるんですが、ちょっと残念ながらね、そういうものが用意されていない部分はありますので、今ある戦力で頑張っていきたいと思います。では新山部隊も前進させていきましょう。この新山の持ってる2トン爆弾、これ、そうですね、2発当てれば確実にロンドンを壊滅させることができるので、これうまくね、奇襲で航続距離のある新山がロンドンまで到達できるのが一番いいシナリオになるかなと思います。冷戦の32型でそれをね、しっかり護衛するというのを考えています。ただ32型ね、先ほども話した通りちょっと航続距離に難ありなので、そこを前線にもう一つ飛行場を、確保しておきたい、そういうところですね。当面の作戦は。さあ、敵の飛行場上空近くまでですね、味方の航空隊、飛燕と冷戦32型中心になりますけども、これを進出させたところ、このマップで初めてイギリス軍の空軍と遭遇しそうですね。ここにハリケーンマーク 2D タイプが展開しています。ある程度損害出ると思いますが、ここの飛行場は絶対に欲しいので、なんとかね、ここまでたどり着きたいと思います。ではイギリス軍ですね、スピットファイアも出てきてますので、それ撃墜しておきたいと思います。輸送機の到着もう少しかかるので、輸送機が到着する前にですね、敵部隊殲滅しておきたいですよね。そしたらパラシュート部隊が安全に
効果できると思うので、そういう状況をまずは作っていきたいと思います。では基地の占領を始めます。しっかり占領していきましょう。さあ、マップの中腹ぐらいまで進んできたところなんですけども、やっぱりですね、冷戦の3、2型、まあ主に戦闘機になるんですけども、航続距離がちょっと足りなくてですね、これ以上先に進んでしまうと燃料切れで墜落してしまうリスクが出てくるので、一旦今見えている敵部隊ですね、これで新山の2トン爆弾を落として撃破して一度引き返します。飛行場がもうちょっと早くね取れてれば、あるいは違う展開もあったかなと思うんですけども、まあ、残念ながらやっぱり戦闘機のね橋が足りないというところになってきてしまったので、敵の本拠地に戦闘機の護衛なしで爆撃機を飛ばすのはさすがにちょっと無理があると思うので、一旦ですね、今見えている敵の地上部隊を撃破して引き返します。いい判断だ。その上で飛行場を占領しながら第2波攻撃を仕掛けていくというね、そういう作戦でいきましょう。イタリア軍、ドイツ軍は例によってあまり頼りにならないですね、今のところ。まず飛行場を取りましたね、一つね。ここで確実に燃料補給できるっていうのは大きいかなと思います。ちゃっちゃと燃料補給していきましょう。もう一つですね、さらに前線、ここにも飛行場あるので、これも占領していきます。ここまで飛行場占領完了すると、だいぶ楽になるんじゃないかなと思いますね。あと、まあ、あんまり相手にしたくなかったんですけども、敵戦闘機も出てきてるので、これはですね、まあ、航続距離燃料を使ってしまいますけども、確実に排除しておきましょう。損害が出る前に排除です。行動開始。その後は冷戦の3、2型から燃料の補給に入ります。新山はその間上空待機させて、冷戦のエネルギー補充完了次第新山も補充していきましょう。どうしてもね、冷戦の方がエネルギーの消耗が著しく激しいという事情もありますのでね。偵察機飛ばしてロンドンの周り偵察しています。敵戦闘機は見えないですね。ただ野戦砲なり、あるいは戦車なりっていうのはちゃんと展開されているので、これはね撃破しながら進んでいきたいと思います。地上軍もイギリス地上軍と交戦状態に入りました。この辺りですね、まあ、戦車部隊、大部隊を編成して送り込んでますので、これで殲滅、蹂躙していきましょう。航空隊の方は、少しエネルギー切れを起こしている戦闘機を今待っていて、進軍が停止している状態です。ただ飛行場ですね、一つ目、ここを確保していて、もう一つ、こちらも今確保を進めていますので、二つの飛行場を取れたらですね、もうロンドンは目と鼻の先という位置になりますので、二つの飛行場でしっかり給油をして、次のステップに進みましょう。あまり出番がなく、ここまでプレーの中でなかった地上軍ですけど、ここはねしっかり地上軍使っていきます。クロコダイル、ちょっと硬い敵の、これは重戦車かな、中戦車ですね。中戦車の割にはちょっと重さを感じてますけど、まあチャーチル、クロコダイル型戦車、これ倒していきましょう。こちらもね同じ中戦車ではありますんで、まあ、そんなに無理はないかなと思うんですよね。必要に応じて航空戦力の支援も受けます。銀河は一度補充したものが前線に戻ってきてますので、これで今基地の占領中の歩兵を守りましょう。この歩兵がやられてしまうと、まあ、元も子もない、占領がうまく進まないということになるので、そうならないようにね、前線に戻ってきた銀河を使って敵の中央部隊を撃破して、この飛行場の占領をスムーズに進めたいと思います。敵戦闘機に残念ながら占領を進めていた歩兵部隊が蹂躙されてしまったので、またね占領ちょっとやり直ししましょう。やっぱり敵戦闘機に近づかれるのは危険だというのを改めて分かりましたね。
壁を作って入り込まれないように気をつけます。まあ、その間も後方の飛行場でしっかりとねエネルギー補充して部隊は発艦させていきます。では前線にあった敵の飛行場の占領できました。ここにちゃんと降りて爆弾を積み直しましょう。用意はできて、これで敵のねロンドンに対して爆撃ができる体制が、整ってくれるんじゃないかなと思います。でロンドンに対してはもう爆撃を仕掛けてですね街を破壊していきましょう。まあ、もう一つの手段として占領という手段もあるんですけども、まあ、すでにですね空挺兵をここまでだいぶ消耗してしまってるので、さらに空挺兵をねここで使うわけにもいかないというのもありますので爆撃でいきます。ではレンドン上空の方に銀河が到着してますので銀河で爆弾を落としていきましょうか。ではロンドン上空に完全に入り込みましたのでここからロンドンに爆撃していきます。用意よし。まあ、ここまで苦労ありましたけどなんとか無事にロンドンの街を爆撃することができました。味方の損害はねそれほど広がらなかったのでもうちょっとね、高い等数での攻略完了になるかなと思ったんですが4等でしたね。これでイギリス軍は壊滅させたはずだと思います。はい、東京欧州まで及んだ戦いは勝利になったということになります。では大東亜攻防記3これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。大戦略シリーズ非常に多くのタイトル出てるのでどれからやろうかなってね迷ったんですけども今回はね大東亜攻防記3をやってみました。他におすすめのね大戦略シリーズもしくは大戦略シリーズじゃなくてもいいのでおすすめのシミュレーションゲームあればですねぜひぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ幸いです。ではこれで終わりにしたいと思います。